はい、皆さんこんにちは、アジでございます。ひいさんさん、おじじゅうさんやっていきましょう。もうやっぱ義を怒らせると、義の国を怒らせるととんでもないということが分かりましたね。やっていきましょう。でもね、読みが甘かったか。あ、ガタンさんまだいたんだね。もう正直とんでもないです。もう我が力思い知るがいい。やっぱり兵力すごい持ってるね。ところてんの話だわ。逃げられるとダメ。もう許さねえからだ。逃げられるとダメです。逃げられるともうまたすぐ帰ってくるんです。さあ早く、今こそ勝機だ。そうじゃ、俺に続け。いずれね、もう本会さん来てるしね。あと兵糧が何してんだい、何してんだい。もういいよ、今こそ勝機だ、俺に続け。兵糧がもうね、やばいんですよね。かなりヤバいです。これはどうだろう。歩道使っちゃおうか。もう許さねえからだ。ああ、私後ろからバンカー殴られてるね。大丈夫かな。我が力思い知るがいい。今こそ勝機だ、俺に続け。何言ってんだろうこの人。今さら何言ってんだろうね。ちょっと私逃げましょう。行くぞ。で、ね、もうこっちはガンガン本陣に向かって。我が力思い知るがいい。何もしてんでしょうね、観察さん。ああ、これは早い。これでも食らえ。ここまでか。11日か。長義さんなんか長力さんか。インビリショットしてますしね。あ、強い強い。先落とした。さあ、あと40日で深夜が落とせるか。どうですね。あ、さすがに長保さん頑張った。モータちゃんも頑張ったね。いけるかな、40日で。あ、なんか言ってきてね。報告します。構わん。これはまずいかな、40日でこの、まあでも今薄くなってる。深夜取り、深夜を取り上げ落としましょう。報告します。構わん。報告します。構わん。で、うわ、すごく将兵が。あ、そうだ、馬で来てんだ。しまった、馬で来てたんだね。ボイさんどこまで行っちゃおう。あ、蝶はまた復活してるね。あ、復活してる、よかったよかった。とりあえず上位まで行きましょうか。かしこまった。我々はここで合流しましょう。ゴイさんとカンモさんが新書にて大事になりました。蝶さんとカン・ギンペイさんかな。あー、いやもう大変だ、ほんと大変だ。あー、なんか長役さんと仲良くなりましょう。もう仲良くなってんだね。で、あ、あなたも行けんだね。おーし、松陰さんがちょっと怪我したんだよね。さあ残り40日、ちゃちゃっとやってしまわないと。始めるか。また出てきたのか、やつが。聞いてくれ。はい、いやもうね、電光石火で行かないとまずいんで、うん、あ、やばい、あ、よかった、キャンセル仕掛けちゃったね、癖でね。舞台、あ、まず舞台配置をね、こっちに落としましょう、全員。あ、でも同じ作戦だね。とりあえず回復はしときたい。もうで、もうね、これでいきましょう。検索いたす。はい、ヒーさん、ヒーさんね。聞いてくれ。あー、はい。はっ、ご期待ある。あー、参ったな、敵。行くぞ。前に出たんですね。向上戦になるのかと思ったらならなかった。もうどっかこ行きましょう。もう時間がない。我が剣を喰らえ。で、
だね、もう太田ちゃん頑張ったもんね。私たちは一度ここら辺まで進めましょう。異名の効果により上位の裏帳簿からと。よし、いやした。10日届せるかな。妹たちはもうちょっと休憩で、もうそんなことより、もう落としましょう。行くぞ。で、ヒーさんは多分回復しますんですけど、モータちゃんはね、もうしばらく置いとかないといけないので、ここで待っておきましょう。お任せください。で、モータちゃん行きましょう。もうモータちゃんもかしこまりました。はい、もうほったらかしで突っ込んでいきましょうね。あ、関節さんいい感じで回復してますね。もうほっときましょう。もう本陣で、だって74日、あと33日後しかないもんね。ここで足止めだね、ウシシエ。まだできない。あ、いけた。足止め食らいなさい。まだ披露しよう。もう早く早く。もう兵糧が持たないよ。あ、まだ彼らはあるんだね。我が力、思い知るがいい。ヒーさんの答えだけがないということで。ああ、敵歯がゆいだろうな、これ。今こそ勝機だ。俺に続け。我が計略、受けてみよう。意味なかったけどね。さあ、歯がゆいでしょう。リチギの我が力、思い知るがいい。よかった、みんな来てくれた。いやー、こんだけいたら心強いわ。貴様らには受けきれまい。あと何日？27日。頼んます。まあ、私は兵糧切れ起こしてもいいんだよね。今こそ好機、かかれ。行けた、行けました。さあ、ここで敵がまたいっぱい来てたらもう引き返しましょう一度。あ、いける。来ない、いっちゃおう。はい、ヒーゼが深夜に攻撃を開始しましたと。一丁一丁、あ、来た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 ね。さあ、あと二十何日でこんだけ落とせるかな。始めるか、聞いてくれ。はいはい、恒例のコーナーですね、もうね。大医療をね、入れるぐらい。じゃあどちらから攻めるか。ああ、微妙だね。こっちに大医療入れようか。多分味方取りに行くでしょう。私はもうそんなことに構ってる暇はございませんので。一部隊がこっち、ああ、脅威さんか。うん、これね、ここ時間かかるのかな。かといってこっちから、あー、そうね、どっちから行こう。まあまあまあ、とりあえずいいですわ。いいですとは、というかいいでしょう。一応念のために、ありゃ、まあ、これはここじゃなくてこれはここにしましょうか。で、サクラン使っちゃおうかな。頼んだね。検索いたす。はい、ヒーさん、ヒーさん、なんと。皆の者、聞いてくれ。はっ、ご期待あれ。どっちから行こう。こっちから行こうか。もうね、時間がないので行くぞ。行きますよ。長義さん、あ、私の部隊はほとんど損傷がないんだね。じゃあそれでいきましょう。さあ、ちょっとこの脅威さんがとんでもないんだけどね。188、とんでもないね。今こそ勝機だ。綺麗に俺に続け。2つ分かれたから、我々は
全軍敵を蹴散らすのだ。今こそ勝機だ。俺に続け。はい、谷がね。さあ、やっぱり陣取りに行くんだね。全軍今こそ奮起せよ。これはまたところてんだ。長老がない。これまたところてんになるね。もう許さねえからな。どうしよう。もう、あ、この人持ってないんだ。あら、運転持ってない。全軍敵を蹴散らすのだ。あー、これ完全にところてんだ。今こそ勝機だ。俺に続け。我が計略受けてみよう。我が信念その身で知りなさい。強烈になっちゃった。急兵攻撃陣、そうだね。私がベラボーに襲い、12日しかないもん。進め。作りましょう。だよね。これ深夜は厳しかったかな。引き返すべきだったかな。もう引き返すということはイコール撤退になっちゃうからね。で、進め。でもうこっち皆さん入っちゃおう。かしこまった。行っても仕方がないので。全軍進め。我らの強さ、ほら、おのどけ広める好機さ。とんでもなくなってきちゃうから。本陣に行こうとしてんだけど、あ、モテギが本陣に向かった。よし、これをおとりにしよう。誰か言ってくれるでしょう。我が計略受けてみよう。我が計略受けてみよう。誰も帰ってくんないのかい。ちょっと待ちなよ。ちょっと帰ってよ、誰か。もうこっちはそれすごく当てにしちゃってんだから。帰っていってるよね。で、我々であっち落としましょう。ああ、もう我が計略受けてみよう。兵糧がないですね。あ、指揮回復、あ、でも自分に打つだけやから。いやー、かなり厳しいですね、これね。我が信念その身で死になさい。すごいことなってる。これは負けるかもしれない。あ、兵糧がそこつきました。すごいことなってる。守りを固めよう。耐えん。おれ間に合わないわこれ。あ、負けた。よし、今だ。なだれ込め。負けた。行くぞ。それがしに続け。なるほど、負けました。まあでもいいか。さあ、これで私内政に戻れます。よかろう。もったいなかったけどね。さあ、じゃあね、あ、まあここに部隊来てるんで、これは守ってもらいましょうか。これは守ってもらえるよね。さあ、今後の敵の動きですよね。もう結構ね、領土は広げたので、あと、もう私特権ないもんですから。報告します。よかろう。特権ないもんですか。あと彼らをいつ解散するかですね。まだ解散しちゃいけないんでね。さあ、あたりも私戻りましょう。さあ、女王ですね。さあ、女王もえらいことになってます。うわー、兵役人口1万しかいない。ここかなり消耗したんですね。さあ、どちらかというと、じゃあもうここいらあたりは5にくれてやってもいいかなと思うんですよね。あ、取ってる。刑を奪ってるね。ああ、こらちょっと5の伸びにも期待しましょう。じゃあ私はね、せっかくだから人材を投与しましょう。今まで捕まった人ね。敵役がいるな。はい、サーレさんでお願いと。使徒を考え。仰せのまま。いやー、久しぶりにデスクワークに戻りましたよ。あ、これザイヤだ。
私が捕まえた人みんな取られちゃったかな。取られちゃったね。敵役がいるな。シンエさん奪っちゃいましょう。解散しときゃね、あの奪った人たちに奪い返せたんだよね。こっち来るかな。同僚の方、私お金まだ3万いってないんだよね。そうだね、許可になるにはお金だけが足る、お金だけが足んないんですか。あ、そうだね、お金だけが足んないので、お金が貯まったら名刺許可という感じにいきましょうか。で、常用はこれちょっと常用よくしないといけないね。金がたんまり、あと、あ、舞台もいいよね。あと兵がないのか。民心が20だもんね。早く民心を上げるようにしないと。うわー、これで民心なかなか上がんないや。でも仕方がないよね。あ、こっちを任せしましょうか。首都か、かしこまりました。で、私はちょっとそのなんでしょう、キャッキャウフフをしていきましょうか。あ、カクワイさんが、あ、この人たち一応あれなってんだね、捕まってないまだね。そうね、じゃこんだけの人は捕まえれてると。じゃあカモさんに行きましょうか。なんだおめえか。あ、私ですよと。ね、あ、ちょ、そうだ、時間よくなっちゃったね。論議かましましょうか。ちと考えてみた。で、私にイブ抱いてる人いるのかな。あ、イブじゃない、池だね。いや、違ったね。関係で池を、あ、いるね。お、この人たちはどこにいる人。あ、甲州、そうか、遠いな。で、ケンネイ、あ、ザヤだね。ケンネイ、あ、ケンネイか。ケンネイってこれで引っ張ってきてもいいよね。補強さん。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。おうおうおう、ちょっと待ってね。考えがございます。僕の兵を運用するために上位で農業投資を。構わん。そうですね。じゃあ、高齢のコーナー。あ、これじゃない。高齢のコーナー行きましょうか。はい。よいしょ。次、誰だっけ。そうだね。そうから行くんだよね。そうさんね。ああ、若いね、この人もね。36歳。51、43、37、53。PCC ですね。ソウ・フォーソさんね。演技では曹妃のことあれば、正史では曹操の子で、母は漢氏、妻は長老の妻、あ、娘。この曹官、曹公は、義の最後の皇帝となる炎王。病床の曹営から大将軍となり、帝位を受け継ぐ曹峰の補佐王に当たるよう頼まれるが、誇示したと。史実では若い頃、曹営と、桔梗を共にしたことから寵愛を受け、曹営が即位すると格別の待遇を得た。曹営の臨終の間際に曹峰の補佐を頼まれるが、政敵の、劉邦と孫氏によって小職が書き換えられ、曹長、加工権、孫老と共に罷免されたと。あ、新老かな。そうなんですね。で、こちらは曹義さん、25歳、若いですね。31、26、50、55。義の重臣、孫信の子。ああ、孫信さんの子なんだね。曹操の弟、曹君、曹、これ曹彦って読むんじゃないよね、絶対ね。いるかな、いないね、まだね。の兄と。曹峰の代、兄の曹操が大将軍となって政権を掌握すると、中領軍となってこの絵を統率する。頻繁に巻狩りに出かける曹操に留守中に異変が起きる危険性を説くが、聞き入れられなかった。249年曹操が狩りに出ている間、芝居に政権を奪われる。兄に降伏を勧めるが、結局三族ともども芝居に捕らえられ処刑されたと。史実では芝居に政権を奪われた後、曹峰を擁して逆に芝居を打つよう官藩に勧められるが、曹操ともども挙兵を決断できなかったと。そうなんですね。じゃあ次は曹君さん行きましょうか。曹君さん23歳若いですね。19、34、11、14。残念だね。義の重臣、曹真の子、曹操、曹義の弟、兄。曹峰の代に兄の曹操が大将軍となり政権を掌握すると、武衛将軍となり、
この絵を統率した249年曹操を伴い曹操らと共に巻狩りに出ている最中、芝居に政権を奪われ、ここはそうですね、もうずっと出てますね。双方を擁して芝居を打つよう官派に進められるが実行できず、曹真は己の地望に誇りを持っていたが、この兄弟はまるで豚だと嘆かれた。結局曹操一派は芝居に捕らえられ皆殺しにされたと。もうこれで宗家が終わったんですよね、おそらくね。政権掌握後、放蕩ぶりを曹魏から諌められるが、これは暗に曹操を諌めたものだった。ああ、なるほどね。ね、次、曹真さんから行くと、これで終わっておきましょう。まあ、曹真さんはね、曹真さん呼んでもいいかな。まだ若いもん、でももういい年ですけどね。50ですけどね。次、曹真さんからしましょう。じゃあ、この辺で終わっておきましょう。ひいさんで35113、まさか負けるとは思わなかったけど、負けちゃったね。でもいい機会かもしれない。そういうわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。